褒めるときたら次は叱るかなというふうになるんですけれども、まず3歳までのもしお子さんだったとしたら子供に悪気はないです。で基本的にね、子供が大きくなってもそんなに悪気って実はないんですね。子供が困った行動、親から見た困った行動をするのは理由があって、まず注目願望ですよね。見ててほしいという注目願望、あとは大人から見て困っていたとしてもそれが子供その本人にとって必要な子供か行動であるということ、これちょっと解説しますね。あとはあれですよね、叱られすぎてごまかしちゃう、親の役に立ちたい、この4パターンなんですね。で1つ目の注目願望、これが結構厄介でして、ちょっとよくやるんですけど、例えば毎日毎日お箸を運んでくれてました、子供がで歩けるやつとてとてペタペタペタ、そうすると、まあ、慣れてくると親も、まあ、多分1回目のお箸運んできれいに並ばれたら、わあありがとう嬉しいって多分言えると思うんですけど、まあ、これが1ヶ月も経ったらありがとうねって多分言ってると思います。でもそんな日突然ある日頼んでもいないのにそこによそったお味噌汁を運んで途中でこぼしたとします。そしたら親はどうするか、まあ、多くの方がですね、まあ、私はちょっと人間できてないので、もう何してくれてんの、もうやだーみたいな、頼んでもないのに置いといてって言ったじゃないみたいな、もういい加減にしてみたいな、すごい熱量とすごい時間をかけてしまう、こぼしたことに対して。さあ次、子供はどっちをやりたがるでしょうか。なので困った行動をしたときは淡々と対応するっていうのが一番いいです、繰り返さないために。で、この伝え方としては、本当にダメな行動、例えば噛む、引っ張る、叩くとかですね、あとは飛び出す、あとガス台とか本当に危ないものを触ろうとする、まあ、そういう本当にダメなことをしたときにはダメ、一言でいいです、そういう時だけですね、ダメっていうのはね。あとはやめて、痛い、一言、声を低く短文で、短い言葉、声低く短く、そして目を見伝えるというのは何より大事です。理由を説明するのはもう後の後でいいです。子供はまず行動を止めなきゃいけないし、何よりもその行動が良くないことだなということは伝えなきゃいけないですよね。その命の危険、大きな危険があるという。なので理由なんか言わなくていいので、まずはダメ、やだ、やめて、一言言うだけで、高い声で伝えてしまうと楽しいことと勘違いしてしまいます。なので低い声で、ダメ、やめて、目を見るということがかなり大事になってきます。2つ目でお伝えしたのが、その子供にとって必要な行動であるというお話をしました。これどういうことかと言いますと、例えば水をやたらとこぼすお子さんとかいるんですよね。これはですね、そのお子さんは水の研究をしてるんです。これ実はすごく大事ですね、好奇心なんですね。水っていうのはもう本当に最高の実験道具で、それをですね、ダメダメダメにしてしまうと子どもの好奇心が潰れてしまうんですね。それが行動の代替を考えるというところなんです。例えば水がやたらこぼしたがるお子さんがいるんだったら、お風呂ちょっと長く入ってたくさん水遊びをするとかですね、何かですね、こう代替をするということがすごく大事になります。そうするとその困ってることっていうのが減ります。やはり家の中のルールの見直しっていうことは0歳の時から大事だなとは思います。やっぱりね、ダメ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 言ってしまうと子どもの考える力を奪ってしまうことになるんですね。子どもは好奇心のままに行動しているので、で好奇心っていうのは実はすごく大事な能力なんですね。自分で考えて行動する第一歩なので、できれば好奇心はどんどん伸ばしていきたいんです。でもあまりにも自分の行動に対してダメダメ言われてしまっていると子どもの心の中はどうなるかというと、ああ自分で考えて行動するのはダメなんだという認識になってしまうわけです。そうするとどうなるかといったら指示待ち人間になるしかないんですね。
まあ、うちも例えばこうヨーグルトとかの蓋を舐めるのは外では絶対やってくれるなとは言ってますが、お皿を舐めるとかですね、まあ、家の中はギリギリセーフかなと思って、まあ、家の中だったら OK っていうふうに緩めてる部分があります。実は本当に困ってるのは子供ではなくて私かもしれない。